やっぱちょっと、ま、もっと食うわ。もっと食いたい。豚肉、豚肉入れますわ。うん、豚肉ね。こっちピント合ってる。うん、ああいいね。あのね、豚はもしかしたら俺合わへんかなと思ってんねん。やっぱね、鶏かなってね、札幌一番塩ラーメンやっとるね。豚は合うのかなこれな。うん。どうだろう、ちょっとね、豚多いからね、贅沢に入れちゃおうかな。うん、豚いっぱいあるからちょっと贅沢にこう入れちゃって、ちょっとお湯出しとこう。よっしゃ、お湯っていうか水やけどな。うわ、よいしょ、よし、コスモを燃やして、こうして見えるまで、ま、次の先待ってくる。はあ、いいなこれ。よし、今日はご機嫌なんでね、2杯目もね、ビールいきたいと思います。乾杯。あ、なんかこれラーメンっぽい味でやっぱね、ビールかなって思っちゃうよね、このね、ちょっとしょっぱいの。うわお、なんてえげつない素敵なビジュアルをしているのですか、これは。やばい、こいつは見た目犯罪やな。やばい、犯罪な、よだれ出たわ。犯罪なビジュアルしてるよこれ。見えっかな、そっから。見えっかな、この見えへんやろな。もうツイキャスの 100%、 もうやばいな、このビジュアル。やばいわ、ビジュアル系もこれちょっとマネな、このビジュアルやばいな。見えっかな、やっぱね、豚バラやばいね、映像的に。映像的にやばいよね。でね、塩ラーメンね、胡椒持ってきました。あ、やばいな。やっぱね、胡椒かけないと。やっぱラーメンですからね。いただきます。刻みネギも持ってきてよかったな。うん、おいしい。あ、ごまもいいね。あのね、塩ラーメンの出汁やいつもとか言って、豚ってさ結構さ甘みとかさいろいろ出てさ、こっちポン酢が入ってたりするかもしれへんけど、あのね、結構ね、あっさり食えちゃうねこれね。豚がさっき鶏の時はね、結構ね、うわなんかラーメンみたいになってたけど、な、結構ね、あっさり食えちゃうね、これ豚ね。うん、優しい。すりごまかけないんですかと。俺はごますらねえんだよ。ごますらず生きていくからね。すりごまなんてかけないよ。かけるなら、いりごまだよ。うまいわ、おいしい。うん、あ、僕何うまい。昔ながらの黒板には日替わりメニュー、バリエーションが豊富。キーマカレーオムレツなんていいですか。ちょっと気になる。ちょっと待って、豚もうワンターンいくわ。豚肉ワンターン、もうワンターン行きたい。これは美味しさ。あらー、素敵だね、このね、なんだろう、このさっぱりさ。今までポン酢とかでさ、しっかりしたね、味でね、のタレにつけてさ、食ってたからね、分からなかったけど、あらら、豚肉優しいな、これな。ちょっともう全部入れよう。
こいつは美味しい。ああ、ちょっと入れちゃおう、これ。ちょっと入れちゃおう。入れちゃって、俺ちょっともうちょっとこれ、じゃあ足すかな。足しちゃうかな、もうちょいな。どうせなら。中にカレーが入っておくじゃん。これぐらいでいいわ。とりあえずこれぐらいにしとこう。また後で足すことあるかもしれないから。よし。あ、そうか、札幌一番塩ラーメンすりごま、あれ、割りごまみたいなやつ。吸ってやるのあれ。割ってやるごまじゃないの。割りごま、俺の中で割りごまっていうスタンスね、みたいな。これつぶつぶしてるから。うん。割れてるみたいなね。煮えるまで待ちください。これは美味しいぞ。おし、煮えたからこう、もうなんか毎回毎回これ全部食ってたらさ、一個一個が長いから、もうちょろっと味見して終わりだよこれは。うん、これはね。うん。よーし。よーし。ちょっと濃い味になってると思う、さっきよりは。なんかおまけにさ、豚から出たアクかしらけど、ちょっと濁ってる、白濁したエケスになってますね。エケスにね、エケスになってますんでね。うわー、やばいな、これな。もうほんとね。あー、ちょっと待って、柚子胡椒持ってこよう。あっ、柚子胡椒持ってくるわ。柚子胡椒持ってくる。柚子胡椒入れたらやばいよ。あの塩系のと柚子胡椒は絶対にやばいから、うん、絶対にやばいからね、これね。うん、ちょ、柚子胡椒入れ、チョコレートは、ちょ、柚子胡椒入れました。んで胡椒ね、柚子胡椒&胡椒、うん、ダブル胡椒ですよ。ダブル胡椒、ダブルウィンクのようにダブル胡椒入れます。ということで、いただきます。うん、贅沢、贅沢ですね、これね。うん、贅沢っていうか、おい、スーパーフライ歌うな、スーパーフライ歌うな、スーパーフライ歌うと著作権引っかかるから、スーパーフライ歌うな、スーパーフライ歌うな、スーパーフライですよ、OK。 このね、ちょっとね、高級なね、味になるね。うん、あー、俺は豚肉が合わないかなと思ったけど、これはね、これでね、柚子胡椒を入れることによってね、ちょっと濃いめでもうまいな。俺は硬くない通風になると思ってさ、薄め半分したけどさ、濃いめでうまいね。うん、うん、あ、全部食うまでのへんとこってのね。またか、多分ね、29から長くなります。というわけで、次お会いしましょう。うまい。とりあえず俺これちょっと札幌一番塩ラーメンと豆腐だけど、豆腐入れてもいいって書いてあるからさ、豆腐入れてみる一旦ね。一旦ちょっと豆腐入れてみっけど、これをどうやって入れるかやな。これどうやって、あ、こういうんですか。ボン、よしっけ。うわー、汁こぼれた、汁がこぼれたわ。パソコンに向かって大至急汁がこぼれたわ。うわー、やばいなこれな。まあだけど大丈夫か。ちょ、豆腐入れるわ。よし、この奥で潮目が変わることから、よし、潮町の港として古くから豆腐ね、港町である。なんかさ、前のさ、麻婆豆腐のとこにさ、絹とかね、書いてた人いたけどさ、なんかきちゃいちゃ、木綿や、木綿とかって言ってたけど、人いたけどさ、俺は絹なんだよ。それは仕方がねえよな。うん、仕方がねえんだよ。俺は絹、俺さ、この間蒙古タンメン中本行ってきた時に絹や、あの木綿やったけど、俺全然木綿じゃない。俺は絹、うん、申し訳ねえけど俺は絹だ、うん、好みの問題だからね、本当の。それは仕方がねえと思うからね、うん、よし、ということでね、これちょっとね、煮込みますんでね、ちょっと待ってくださいね。
それでちょっとね豆腐食べてね、ちょっとクールダウンします。はーい、よし、ちょっと豆腐食っちゃおう。これ豆腐食っちゃおう。あれ結構クタクタになっちゃったね、結構クタクタになっちゃったな。こうやっていただくわ。ポン酢じゃないっていうのは俺ねあんまないんやけど、実はこのね湯豆腐みたいなやつ、やっぱだいたいポン酢派なんやけど、一応このパッケージにさ豆腐もいいって書いてあるからね、豆腐もいいって書いてあるから豆腐食おうかなと思ってね。すげえよこれ、この中も仕上がってきてるよ、この中でね、なんかね宇宙が仕上がってきてるよ。うまいんかなこれで、どうなんやろ。壁一面のメニューには創業以来の洋食メニューも。ああなんかねあれ。あのねオリーブオイルと塩とかかけて食ったりとかする食い方あるやん。ちょっとなんかなんていうのかな、あのオリーブオイルとかの方で食べてこういう食べ方もありますよみたいな感じの食べ方で、結構ね。俺多分さっき舞台で出したかもそんなもあんのかもしれないけど、油がね出ててね、で柚子胡椒入れてるやん。だからなんかねこれはこれでね食える、あの湯豆腐とはまたちょっと違った感じの、なんやろこれ、なんやろな不思議だけどめっちゃうまい、美味しいよ。柚子胡椒はね絶対入れた方がいいと思う。これ柚子胡椒入ってなかったらもしかしたら結構なんかね、あポン酢足したいと思うかもしれんけど、柚子胡椒入れてるから俺これでいいわ。やっぱそのさっきおい鍋スープしたからこれね、うまいわ、これうまいな。俺ねこれにだからさあの麻婆豆腐の感じのやつを入れて麻婆豆腐したらめちゃくちゃうまいわ。そう、岩塩とオリーブオイルで食べるみたいなみたいなね、俺がよく日頃やってるセレブな食べ方みたいなね、フレッシュで絞りたて数日以内のオリーブオイルと、博多の塩みたいなね、博多の塩がすごいの分からへんけど、うまいわ。あこれね、何やろこれ豚の脂が出てんのかな。めっちゃこの油の感じがうまい、おいしい、おいしいわ。あーもうビールなくなるわ。というわけで次の先か当てで見ましょう。煮るわちょっと煮るわ俺煮るわ、ちょっと煮ることにした。もうこのね、鶏煮る。豆腐はまだちょっと後にするけど。あ、ちょっと火消えてるやないか。やばいな、これちょっと今さっきさ、水足したとこやから。よし、これね。ちょっと入れとくわ。これ入れて。俺も出したから。まあだけど、このね、やっぱ俺は今、一人鍋に今こだわってっから、今日はちょっと微妙に、でっかい土鍋出してさ、ラストにふさわしくゴージャスに行こうかなと思ったんやけど、やっぱ一人鍋で来たから、ね、一人鍋で来たから、やっぱこのサイズで最後も締めくくりたいなと思ってこうしました。やっぱ一人鍋が最後まで一人鍋。一人暮らしの男性がね、テレビを見ながらね、楽しめる、熱い感じにね、したいなと、思ってますよ。あ、倉本康子の格好いいな。うまく並べていこうかもいいな。よし、次の酒も次に持ってくるわ。おめえたち飲めよ。おめえたち飲めよ。酒の準備しとけよ。茶とか飲んでるやつも大至急。アルコール出せ。昼飲みにかかりそうだ。これ、ああもうビールはもうええわ。ビ
ールはもうええかな、ビールはな、ビールはもうええわ、これにします。ウィルキンソン、ウィルキンソントニックウォッカー、これ美味しいよ。よし、じゃあこれね、何だかつみれが煮込まれるまでちょっと待とう。乾杯。煮えるまで待っててくださいね。はい、つみれさんが煮えました。つみれさんがね煮えましたんで、つみれさんねいただきますわ。ね、今ちょっとカメラ回してますんでもうコメントできませんけどね、ちょっとこれ濃厚になったこの札幌一番塩ラーメン鍋に入ったつみれさん、めちゃめちゃ炙り、炙りやで、ね、これ見てみて、これめっちゃ炙りねんけど、これほらすごいよ、これ見えっか、このなんていうのキラキラ光るこの感じ、もうあたかもねクラッシュゼリーかのようなね、このねキラキラ感、もうこれつかめるんじゃないかなって思うよね、このね、これ入れよう、ちょっとこれ入れてね、胡椒ね、いただきたいと思います。いただきます。きっと美味しいです、さっき食べましたから。ちょっと端が曲がってきててね、つかみにくい、これね端がねこういうラインで曲がってきだしてるからね、つかみにくいな。うまい。三日ぶりのね酒はうまいな。とね、東京から帰ってきてほんで初めての酒やから今日。うまい。うまい。えのきは、えのき入れちゃおう。ちょっとえのき食べたくなってきたから、えのき煮るわ。もうね、肉はね、もうこれ今で終了しました。ここに1個つみれあって、これはもしものたき火のつみれとして煮込みまくろう、これ、よし、次はえのきで会いましょう。うまい。よし、煮えたんで回す、煮えたんで回すわ、煮えたんで回す、よし、えのき、えのきックス、ああ、えのきさんいただきます。あのね、あれよ、あのあれ、でも曲がってきてんね、端がちょっと湿気で持ちにくいわ。えのきとこれね、だい、あの白菜の芯とネギ、あの白ネギはね、もう最初に投入してもうすでに1時間以上煮込まれてますね、この中でエンドレスにね煮込まれてますんでね、煮込み値高いですね、煮込み値ね、煮込み値高いですね、これね、まあもうね、今回ね、あの味の素の餃子はね入れてませんけどもね、えのきは入れてます。あっ、熱っ、消しとこう、熱っ、うわぁ、やめて、家事配信とか嫌やから。いただきます。うん、おいしい。あ、これは合うわ。なんかね、あれっぽい、ちょっと
っとねオイル煮っぽい感じになっていくのかな途中から。なんやこのオイルっぽさ。豚の脂だけどもともとこいつに脂の素材が脂属性があるのかなこれね、うん、めっちゃなんか炙りになってきてんよな。うん、めっちゃ炙り。これ抜いたのにさ今さっき汁全部飲んだよ。うん、うまい。だけどうまいわ。うん、ああ、これ味噌もちょっと今度売ってた顔でこれ行ったところにさ塩しか売ってなかったさ。うん、えのきよろしおますな。ジョボジョボビッチや。バイオハザードやっとるわ。うん、あ、いよいよこのクタクタ白菜をいただきますか。じっくりコトコト煮込まれた白菜の芯。俺にピント合わせんやろどうせ。やばいね、こぼれちゃうかもしんないわ。あぶね、もうトロントロンやん。あーあー溶けてるわー。このネギとかもね完全にこの白ネギとかあのもうねトロンってね、トロンってしたこれ。お送りしました。うまい。